幼稚園でライブ？そうなの。両親の知り合いに幼稚園の園長さんがいるんだけれど、私がスクールアイドルをしているって話を聞いたらしくて、ぜひ今度のイベントで子供たちにライブを披露してくれないかってお願いされたのよ。だからみんなに出演をお願いしたいの。どうかしら？いいですね。なんだか楽しそう。私はやってみたいかな。みんなはどう？キッズたちに夢を与えるのもスクーアイローの大切な役目です。チャレンジではありますが、やってみる価値はありそうですね。私もやってみたい。リナちゃんボード、ワクワク。みんなありがとう。それでは早速どんなライブにするか話し合いましょう。うん、まずどんなところでやるか知りたい。それならステージの図面があるわ。見て。場所は幼稚園の運動場に作った屋外の簡易ステージよ。ステージはあまり大きくないみたい。お客さんとの距離が近いね。じゃあ逆にそれを利用してキッズたちと一緒に歌って踊るっていうのはどうかしら？いいですね。見ているだけより一緒に体を動かした方が楽しめそうです。誰か一人がステージで踊って、他のメンバーは会場で子供たちと一緒に踊るって感じかな。じゃあ誰がステージに立つ？それならリナちゃんがいいんじゃないかな。え、私？うん、リナちゃん、この間小さい子でも楽しめるライブ配信してたでしょ？あの配信、私も見ました。私もとっても面白かった。だからリナちゃんが出てきたら子供たちも喜んでくれるんじゃないかなって思うんだ。リナ、どうかしら？ちょっと不安。みんなを笑顔にできるかな。リナちゃんボード、ドキドキ。無理はしないで。でも私もリナが適任だと思うわ。エリさん、引き受けてくれるなら全力でサポートする。会場のみんなを笑顔にしたい。その気持ちは一緒だものね、みんな。もちろん。みんなありがとう。私やってみる。みんなで最高のステージを作ろう。リナちゃんボードキリリ。じゃあ今日はイベントの中身を考えていきましょう。みんなちゃんと考えてきた？もちろんです。キッズたちのハートをがっちりわしづかみしちゃいます。マリー、ずいぶん自信あるみたいだね。ふっふん、練りに練った最高のアイディアを考えてきたからね。聞きたい？聞きたい。ね、まだ教えない。え、なんで？それは真打ちは最後に登場するものだからよ。マリさんがそこまで言うなんて、一体なんだろう。気になるね。ええ、ですが自らハードルを上げすぎでは？そんなハードル軽く超えてみせるわ。アキャファーイ。それじゃあマリが鳥ってことで、まずは私から。私が考えてきたのはこれ。それはただの紙？そう見えるけど、これをこうしてこうしてこうしてできた。じゃじゃーん。
兜の完成。折り紙だ。そう、5月は子供の日もあるし、みんなにこれをかぶってもらうのはどうかなって。原翔、何も見ないで折れるなんて器用ね。子供たちがこれをかぶってくれたらきっと可愛いね。でしょ。かーなーもー。何、どうしたのマリ、怖い顔して。なんで先に行っちゃうの。私も折り紙って言おうと思ってたのに。そうだったの。いきなり最初のハードルでつまずきましたね。次は私の番だね。これです。これって今度はおっきな布。ただの布じゃないよ。ちょっと大きいからみんな持つの手伝ってほしいんだ。あ、はい、マリさん。オーライ。はい、海。これは何でしょう。はい、エリ。ずいぶんカラフルね。はい、カナン。本当に大きいな。これでもまだ全体が見えないよ。はい、リナちゃん。あ、これは。じゃじゃーん、鯉のぼりです。おお、すごいわね。どうしたのこれ。私が作ったんだ。鱗の模様が綺麗ね。パッチワークみたいにいろんな布を縫い付けてやる。細かい作業、私には無理。みなちゃんボード、クラクラ。あゆむちゃんってお裁縫得意だもんね。うん、私もカナンさんと同じ。5月は子供の日があるから鯉のぼりを作りたいなって思ってたんだ。素敵ですね。ほんとね。だけどこれどうやってステージで使うつもりなの。ああ、その顔、まさか何も考えていなかったのでは。違うよ。ちゃんと考えてあるよ。これはね、あれだよ、ほらあれ。わかった、これでステージを飾るのね。こんな大きな鯉のぼりがあったら子供たちもテンションマックスになっちゃうわ。その通りです。さすがです、マリさん。ビンゴね。それなら、あゆむ、行くわよ。え、行くってどこにですか。決まってるでしょ、外に行くの。こんな大きな鯉を見せられたら風に泳がせずにはいられないもの。さあ、レッツゴー。わあ、マリさん待ってください。マリ、あゆむちゃん、任せたよ。マリさん、あゆむさん、頑張れ。あゆむ、絶対ノープランでしたね。多分ね、わかりやすいくらい顔に出てたもの。おかえり。どうだった。バッチリ。あゆむの鯉は見事に空をスイミングしたわ。マリさんが鯉の口のところを持って全力ダッシュしてくれたんですよ。おかげで喉がカラカラ。お茶をどうぞ。ありがとう。二人とも戻ってきましたし、少し休憩しませんか。
そうね、ちょうど行き詰まってたところだったし。そうなの？うん、アイディアはいろいろ出たんだけど、なんていうか、まだピンときてないんだよね。今回のライブの決め手がまだ見えてないってところかしら。一体何なんだろう。何か甘いものでも買ってきましょうか。気分が変われば何かひらめきがあるかもしれないわ。それなら差し入れがあります。どうぞ召し上がってください。あ、それはかしわ餅。はい、みんなで食べようと思って来る前にホムラで買ってきたんです。ののかちゃんちの和菓子だね。それじゃあ早速いただいちゃおうかな。遠慮なくどうぞ。いただきます。おいしい。ほんと舌触りが滑らか。ほっ、あとは何が違うんだろう。あんこかな。その通り、ホムラのあんは他とは全然違うんです。小豆の良さを最大限に引き出す無数の手間が惜しみなくかけられている。この味は一朝一夕に出せるものではありません。海はホムラの和菓子のことになるとやけに熱が入るわね。いえ、そういうわけでは。はん、それも納得の美味しさだわ。はあ、うん、最高のあんと最高のお餅、組み合わさればまさに鬼に金棒です。最高のあんと最高のお餅が組み合わされば。あ、マリー、それです。何、急に大声出して。わかりましたよ、今回のライブの決め手が。私たちは子供の日をテーマに次のライブをどうするか考えてきました。ですがそれだけではいまいち決め手に欠けると感じていた。その理由は、このライブにおいて大事にすべきもう一つのことを見失っていたからです。それは、どうすればリナをより輝かせられるかということ。いわばリナが柏餅におけるあん、子供の日などの演出はあんを挟むお餅。その最高のあんとお餅が組み合わされた時、初めて最高の柏餅になるのです。あんとお餅、なんかわかるようなわからないような。つまり海が言いたいのはこういうことね。私たちは側にばかり気を取られて肝心の中身が見えなくなっていた。その通りです。私たちがすべきなのは、リナの配信がなぜ子供たちに人気があったのか、その理由を考えることだったんです。それをきちんと分析し理解することで、私たちの探しているものはおのずと見つかるはずです。なるほどね。でもその理由って何なんだろう。もしかするとリナちゃんボードなのかも。リナちゃんボード？うん、配信の時ボードに対するコメントが多い。私もつけてみたいよって書いてくれる子もたくさんいるの。そうなんだ。だったらその声に応えてあげるのはどうかな。いいね、画用紙に書けばライブに来てくれたみんなに渡せそう。カナンの兜にくっつけ
ればかぶることもできるわね。いい組み合わせです。リナはどう思いますか？いいと思う。みんな喜んでくれそう。リナちゃんボードワクワク。決まりね。それじゃ早速作ってみましょう。オッケー。リナ、書き方にコツはあるの？一つある。それは自分の気持ちや感情を素直に書くこと。なるほど。じゃあこうしてこうしてこんな感じね。じゃじゃーん。初めて納豆を食べた時の衝撃。マリちゃんボードネバネバアメージング。確かに素直な気持ちだけど、その絵からその感情を読み取るのは無理じゃないかしら。うん、そんなこと言うんだったらエリも書いてみなさいよ。いいわよ。これをこうしてこうして、あれ、エリさん、それは？初めて梅干しを食べた時の衝撃。それじゃ私とほとんど変わらないじゃない。いや、これはマリに釣られちゃったの。子供たちがいっぱいですね。あ、普段のライブとは雰囲気が全然違う。リナちゃん大丈夫？緊張してる？してる、すっごく。そんなに硬くならないの。ほーら、リラックスリラックス。わかってる、だけど。リナ、言ったでしょ？私たちはあなたを全力でサポートするって。会場のみんなを笑顔にしたい、その気持ちは一緒です。私たちがついてる。リナちゃんは一人じゃないよ。一緒に頑張ろう。みんな、それじゃ一足先に会場を温めてくるわ。みんな、ステージの前に集合だよ。みんなにはリナちゃんボードをプレゼント。今日はみんなでシャイニーな一日にしましょう。マリさん、よし、私も頑張る。みんなの気持ちにちゃんと答えたい。さあみんな、ステージに注目。リナちゃんの登場よ。みんな、こんにちは。お姉さんはスクールアイドルの天王寺リナです。今日はみんなと楽しく遊ぼうと思ってここに来ました。お姉さんたちと一緒に元気いっぱい歌って踊ってくれると嬉しいです。リナちゃんボード、うん。バイバイ。大成功でしたね。うん、子供たちみんなパワフルだったな。それにすっごく楽しそうだった。リナの頑張りのおかげね。うんうん、私だけじゃない。私たち6人で力を合わせたから。それにしても想像以上に盛り上がったね。驚いちゃった。そうね。でもリナはライブ以上のサプライズがあったんじゃない？うん、
これが一番の驚き。幼稚園のみんなが書いて渡してくれたの。みんなのりなちゃんボード。お姉ちゃん大好きですって。素敵なラブレターね。見てるこっちまで笑顔になっちゃう。とっても可愛いね。うん、可愛すぎる。りなちゃんボード、キュン。りな、どうだった？今回のライブ。はじめはとても不安だった。いつものライブと雰囲気が全然違ったから。でもみんなあったかかった。みんな私の配信を見て歌やダンスを覚えてくれてた。それにみんなシャイニーな笑顔だったわね。うん、その笑顔で私の方がいっぱい元気をもらっちゃった。この気持ちうまく言葉にはできないけど、私はすっごく嬉しかった。私たちもそうでしたよ。うん、またやりたいね。それにしてもりなちゃんボードでこんなに楽しい時間が作れちゃうなんてね。言葉だけよりお互いの気持ちがもっと伝わる。ボードにはそんな力があるのかもしれないわね。ボードの力だけじゃない。みんながいたからこんなにもつながることができた。本当にありがとう。りなちゃんボード、キラキラ。